はい、速稼塾の久保でございます。私もね、このカードと付き合いが長くなりました。これは何かと言いますと、アメックスカードですね。セゾンプラチナアメックスカードでございます。まあ一応セゾンを通してるんで、あの例のねダイレクトカードではないんですけども、非常に重宝していろんな特典を受けさせていただいてます。アメリカンエクスプレスのカードですよね。でこのカードを持ってしばらくすると、この私のところにねまた届いたんですけども、このプライオリティパスカードというのが届きましたね。株式会社クレディセゾンでございます。ではこのカードがどんなものかちょっと紹介していきたいと思います。すごくね使えるんですよ、便利ですよ。まずどんなものが入ってるかと言いますと、2枚の紙とこのカードですよね。2枚の紙、こちらの方には海外空港ラウンジサービスプライオリティパス会員カードをお届けしますっていうのね、タイトルの紙になってます。でもう1枚がこの内容がどんなものかってことが紹介されていて、これ今剥がしましたけど、このカードがね届いてますね。なんとも重々しいカードでございます。主には4つぐらいの特典があるのかなと思います。空港ラウンジの利用料金はかかりますかっていうクエスチョンに対して、まあ、無料となりますということですよね。まあ付帯サービスはちょっとプラスアルファになるかもしれませんけどね。で利用する航空会社に関係なくラウンジを利用できますかって質問に対してですけども、航空会社に関わらずプライオリティパスの全てのラウンジをご利用いただけますということで、特別なところからね飛行機に乗れるということでございます。まあ、今ね飛行機あまり動いてないですけどね、私もあんまりあちこち旅行行く気にはならないんですけども、次ラウンジを利用する際、会員カードを忘れた場合はどうなりますかということですけども、申し訳ありませんけども、使えませんと書いてますね。このカードは空港に行くときには絶対に持っておかなくてはいけませんということでございます。で、プライオリティパスの会員でない同伴者もラウンジを利用できますかということですけども、同伴者1名につき、2000円ですかね。はい。お一人様2000円で利用料がかかりますけども、使えるということなんで、一緒に旅行に行くね、ご家族とかね、カップルとかね、カップル、アベックどういうんですかね。まあ、お二人連れとかね、2000円プラスで使えるんで、すごく快適に飛行機乗る準備ができるんじゃないですかね。このアメックスカードとプライオリティパスのセットで、快適飛行機生活じゃないや、海外旅行ですかね、海外旅行しばらく行けそうにないですけども、まあ、カードだけ届いたよという話でございました。ありがとうございます。